どうも、ナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はぶっ壊れ装備10選やっていきたいと思います。このゲーム、ぶっ壊れてる装備いくつかあるんですけども、その中の10個を紹介していきたいと思います。では行きましょう。それではぶっ壊れ装備1つ目、ブラッディアーマーですね。このゲームのぶっ壊れ装備の代表的なやつではないでしょうか。HP が減り続けるけども、その間無敵というとんでもないチート装備ですね。続いてぶっ壊れ装備その2、ブラディヘルム。ブラディアーマーと同じく MP が減り続けるけども、その間無敵というチート装備の2つ目です。これを装備するだけでヌルゲーになっちゃうんですよね。ぶっ壊れ装備3つ目、魔剣レバンテインです。効果としては HP が少なくなるほど攻撃力上昇、これにファクターでさらに火事場力をつけるととんでもない火力になります。このゲーム HP1 で耐えることが全然できますので、それで使うとぶっ壊れちゃいます。ぶっ壊れ装備4つ目、読み方が当たってるか分かりませんけども、偽戦闘8面なぎです。リメイク版で新しく出てきた武器になるんですけども、攻撃力が3300と全ての武器の中で一番強いで、さらに効果がぶっ壊れて攻撃が必ずクリティカルヒットになる、これむちゃくちゃ強いです。ぶっ壊れ装備5つ目、ゴーゴーバーストパンチ。これもリメイク版で出てきた新しい武器になるんですけども、効果が異常です。必殺技の与えるダメージがプラス 200%、 2倍じゃなくって 200% なんですよね。これで必殺技を打った時のダメージがえぐい、ぶっ壊れてます。それではぶっ壊れ装備6つ目、グロリアスソーン。これもリメイク版で出てきた新しい装備になるんですけども、効果がえぐい。必殺技ヒット時にバラを発生させて追加攻撃を行う、エルネストの必殺技がまず強くって、それに合わせて発動してむちゃくちゃ強いです。これもぶっ壊れてますね。ぶっ壊れ装備7つ目、刺し棒行くぞオラーです。これもリメイク版で出てきた武器になりまして、効果がバトルメンバーに男性がいると攻撃力が必中、男性が2名になると敵の攻撃でひるまなくなる、男性が3名になると攻撃力がなんと3000、とんでもない能力です。これめちゃくちゃぶっ壊れてます。ぶっ壊れ装備その8、バリアントメイルですね。効果が HP が99以下だと受けるダメージが10になる、これあるファクターと合わせることによって無敵になります。ぶっ壊れてますね。ぶっ壊れ装備その9、ルナティックピアス。効果が攻撃力が 200% 上がります。装備できるキャラクターは限られてるんですけども、絶対装備してください、ぶっ壊れます。それではぶっ壊れ装備最後10個目、双翼の腕輪。これが一番ぶっ壊れてるかなと思います。効果は攻撃ヒット数プラス2、そして通常攻撃時に星を飛ばして追加攻撃を行うです。でさらに属性耐性すべて入っててむちゃくちゃ強いです。これを装備して叩くだけで大体勝てます、ぶっ壊れですね。はい、ということで今日はぶっ壊れ装備10選やってみました。まだぶっ壊れてるやつあるんですけども、特にぶっ壊れてるのはこの10個ではないでしょうか。ぜひ装備してみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。